こんにちは「気になる男」シリーズの第55話になりますけどもじゃあ50歳になった私がですね今いる状況とそれから会社員だったと仮定しての自分をこう比較してね今回はお話ししてみようかと思います実はですね一人で稼ぐっていう道っていうのは会社員と比べると劣ってるところが多いんですよそのことについて今回お話ししていこうかと思います、はい、まずね私50歳になりましたけども50歳でいまだにね このいわゆる情報発信で稼いでいく家族を養っていくそればかりかちょっと人とはね違った時間の使い方やお金の豊かさを得てる人ってまあほとんどいないと思ってもいいと思いますほとんどいないというのはどういうことかっていうと50歳までにまあほとんどの人がね今後のことを考えてやめていきますよいやもっと言ったら40歳でやってる人もどうかなと思いますよね40歳で まだまだできる、まだまだだ若いと思っている人はちょっと気をつけた方がいいかなともう遅いよってことなんですよね相当40歳で打ち上げる旗が大きければまだ先はあると思いますけどもでもねここで会社員だった時のことを比べてみると、まあ、会社員っていうのは20代の前半でその会社入りますよね通常ねで30になる前に30歳ぐらいまでに 当然自分の一回りの仕事を覚えて、で、後輩や部下もできるわけなんですよ。で、中には管理職に就く方もいるでしょう。係長とかね、課長みたいな形で30代に突入するって形です。それ以外の平のまんま行く人ったらもう一生目が出ないんですよ。とりあえずなんとか生きていくだけの収入が得れるということ。そして、そのまんま会社のお荷物としてね、 有害社員として30代40代を生きていくことに耐えられなくなってはちぎ出されるように辞めていくか根性を座って会社に辞めさせられるまで居座るのかいずれにしても60過ぎまでそういう暮らしが続いてもう出世の目はないわけですよ当然給料も上がりませんし後輩や部下に追い抜かれて尊敬されることもなく自分の仕事の意味は全く見出せない惨めな人生が続きますそれでもいいんだったら 高いいいい精神力を持ってて続けていけばいいと思うんですよ。胃、ね、がチクチクする中でも耐えていけばいいけばと思うんでですよ。でもやっぱり通常40歳というとね、まあ、中には部長職とかもう一歩で経営陣に手がかかる役員になるよっていうところまで通常は行くんですよ。で40代の半ばとか50になる前に役員に名を連ねれれたりとかねそれから取締役という冠を得たりとか専務だったり。 まあ最低でも部長ぐらいになって一つのセクションを任されているっていうふうな状況に行くのが早い出世ではなくて当たり前のロールモデルですこれ会社に入社した時にそういうふうな人生のステップっていうのを大まかにスケジューリング渡されると思いますし教育を受けると思うんですよもしくは自分で学んでいくと思うんですよそのぐらいの人生設計がなければ当然ビジネスっていうのはできていきませんだって言われたことをするかしないかってこれ別にアルバイトじゃないですか 言われてないことを先回りしてできるから社員として仕事をする人間として求められるようになるわけですよねいちいち指示がないとできないんですかって話ですよそれから自分の判断で会社の正解を導き出せるような判断力決断力がなければとてもじゃないけど中間管理職ですらやっていけませんいちいち上司の処理がなければ上司の指示や認定がなければ動けないようだったら何のために 中級指揮官がいるんだって話ですよねそういうことを考えると会社員で40歳になってる人って相当優れた人なんですよまさに辞めなかったしちゃんと会社の意向を組んでさらに自分の判断で会社が求めてる結果以上のものを出し続けてきたから上に信頼され下に信頼されっていう関係ができるわけですよねこういうふうに上司や先輩から信頼されて部下や後輩に信頼されてその人たちに 上かかかかららららもも下信信頼される人に信頼さされれる間にいるるる人人人人人ににに間間間間いいななんんでですすよよねとのだから会社員として人間扱いされるっていうのはそういうところが最低備わってなければならないですしそういうふうにいわゆるサラリーマンさん今今日働いてくださってる方ねそういうふうに敬意を捧げなくてはいけないんでそこを飛び出して一人でやってるからどうなんだっていうふうに単純比較はできないんですが私の場合は常にそう思ってます。自分が 会社員として勤めていたら今頃間違いなく取締役ですよでその地位を投げうってきてるわけですから私は会社員としてはそのぐらいのポテンシャルがあってやってましたんでねそう思わないと独立しないでしょいや会社で言ったらうたつが上がらないからやめましたで自分の商売しましたっていう気持ちでどんなお客さんの前に立つんですかって話ですよだから私は少なくとも今この瞬間ある特定の会社に再就職しても 最初から部長職以上で上がれるような拡散力ですとか発信力とかねそれから人材育成能力経営管理能力持っていると当然思ってますしそのぐらいのこととして自分を今日も鍛え抜いているはずなんですよですんであの企業のコンサルもちゃんとできてますしねそれによって売上利益を上げたりとか経費削減にご尽力させていただいたりとか人材募集とか人材育成もねこの YouTube を通じて ある企業の人材を採用したりってこともできるわけなんですよ。でそうなるとですね今は外注職員としてやってますけども社内に入りませんかっていうお誘いもあるそういうフリーランスが本当に必要なフリーランス特に40代から50代の、まあ、フリーランスと言えるもんではないかなと思います。で少なくともそこを見続けて20代から30代の頃からやらなければまあ独立企業なんてねするべきじゃないやなと思いますよね。え結局 会社員っていうのは、20代から入って30代、40代になるに従って、より多くの部下、より多くの金額を扱えるようになってくるし、扱うようにならなくてはいけないんですよね。だって3年会社にいたら、3回分新入社員を迎えるわけでしょ。年間で3人しか入らない会社でも、3年経てば9人入るわけですよ。その9人の頭に立てますかって話ですよ。自分の 次の年に入ってきた新入社員は少なくともスタートラインでは自分が新入社員で入ってきたというよりも優秀な人を採用しているはずですだって採用基準って年々高めていかないと会社は終わっていくだけじゃないですかさらにいい人さらにいい人っていうふうに新入社員にコストをかけて新規採用する能力の高い人をチョイスするからこそ会社って底上げされるわけなんですよ、ね、そう考えていくと会社員で居続けること30代40代まで会社員をやることって もののすごいいい下からの突き上げがあっってててそれに勝ち抜いていってしかもそういった優秀な部下から信頼を得るとプラス上司や先輩からの信頼も得るっていうことなんでものすごく高いレベルで会社員っていうのはね年を重ねていくもんだと私は思います。でフリーランスっていうのはいわゆる自分の中に会社の機能全部を備えるわけですから組織と五分の力を持っていなくちゃいけないんですよね。 だから、ね、組織が務まんないからフリーランスになりましたって人はやっぱり、まあ、厳しいんじゃないかなというふうには思いますね。うん、会社員でいるってことは年々日を重ねることによって言われたことをやるだけではなくって言われてもないことを自分で気づいて率先して処理していくってことになりますので、ね、よりね多角的に経営に携わったりとかより多くの人を使ってより多くの人を育てて。 より多くの人間関係をつないで、より多くのトラブルを処理できてっていう、いろんな能力が会社員でいる、そして40代、50代の会社員にを備わってると思うんですよ。備わってるからこそ生き残れると思いますしね。で、取引先との関係も柔軟に対応して、より大きな社会的利益に直結することをやり続けると。新入社員の時には、もしくはね、入社3年目ぐらいの時には、なんとか自分の給料を確保する仕事だったものを、やっぱりね、 役職がついたり部下を持つようになったら部下の売り上げや給料にも責任を持つわけなんですよそれが3人のチームであろうと5人の部下であろうと大変なことですよで40になったらだいたい他の部門にも顔が聞くようになってきてもしくは他の取引先や他のお客様にもね顔が聞くようになってその代わり責任も数百人分になってきます自分の部下が3人いる場合その部下が顧客をそれぞれ10人持っていたら30人のマーケットに対して 影響力責任があるわけなんですよそう考えていくとフリーランスになってね自分のコミュニティなりお金がかかる組織を作りましたそこの組織の会員が例えば10人でした確かに自分の暮らしは支えていけると思いますけどもでも同じ年代の会社員と比べてどっちが能力が高いかっていうと私は素直に会社員の方だというふうに思いますね。 そののぐらいの尊重心がなければ少なくとも会社員として頑張ってる人を自分の塾に向けられることはできないわけじゃないですか俺の方が優れてるよってスタンスでいくのかいや本当にあなたは大したもんだよねと会社員っていうのは激動の中で生き残っていかなくちゃいけないでしょとそんな優秀な日々ビジネスのことを考えてるあなただから私はあなたの思考を尊重しつつも何とかあなたの役に立つように自分の身をね個にして知恵を絞って汗をかいていきたいです っていうふうなことを伝えていくのがフリーランスの最低限のマインドセットなんではないかなと思いますそしてねどんなことでもそうなんですけども若い頃しかできないってことってあるんですよだから20代で始めたことを同じように繰り返して45 0を迎えるビジョンは持たない方がいいですし持つべきではないですよねだってテクノロジーは進むわけですよ自分の年齢が進むに限ってあの進むにつれて自分の得意分野不得意分野は変わっていくはずなんですよ 20代の頃に体を動かしたりとか徹夜するのが何と思わなかった人3040でさすがにきついでしょそして家族を持つようになったり社会的道義的責任を持つようになると感じるようになるとそちらに対してもうんやっぱり両立するための、ね、方策を練らないといけないと思うとたくさんの能力を同時に動かさないといけないわけですよとてもお気楽な10代や20代の頃の仕事の取り組み方,組み方とは変わっていきますしそうなると 作業の種類も変わっていくはずなんですよねじゃあ今例えば30歳で IT で働いてますっていう人がじゃあ10年後ね同じことをしてるっていうふうに想像しちゃうんですかってことですよねこの世の中テクノロジーが変わってきてパソコンからスマホに変わってきてさらにスマホから次のデバイスになることが考えられますそうなった時にあなたいまだにそうやってキーボードを叩いてるんですかと実はこれからなくなる職業の一つにプログラマーってものがあります デバッグあってものがあります。どうですか？将来見通せますかね？ちょっと厳しいんじゃないですかね？ちなみに最近ね。近所の焼肉屋で。ウエイトレス型のロボットが入りました。こうやって機械でね。あのー、席からお客さんがオーダーすると、そのオーダーをそのトレイに乗せてロボットがこうやって客席まで運んでくるんですよ。で、客席まで来るとはい。お待たせしました。みたいな感じで喋って。 お客さんがそこからね取るみたいな感じなんですけどもこれによってフロアの人員削減が成立するとのともにまあいわゆるね今入るるの感染症対策にもなるわけですよ。そう考えるとこのロボット1台300万ほどするそうなんですけどもね新車と同様ですけども十分な意義があるんですよ。だって人を1人辞めさせることができるでしょそしたら年収300万の人がいらなくなるんですよ。 年年収万万の人が10 10年勤めたら3000万でしょでも機械1台入れたら300万初期投資あとはもうかからないってことになりますよねじゃあそういうふうなテクノロジーに自分は勝ち抜いていけるだろうか選ばれる人間になれるだろうかってことを考えたときにさすがにテクノロジーは人間を追い抜くやんっていうふうに思いませんかというよりも人間がいらないように人手がかからないように頭をひねり出したそれがテクノロジーなんですよ。 だからテクノロジーを作り出す人ってのはこれから求められていきます。でもテクノロジーを使う人っていうのはこれからどんどんね追いやられていくんですよ。ライバルはテクノロジーですから。テクノロジーは進化するんですよ。でも人間が進化しなかったら弾き出されるでしょう。じゃあ人間が進化するってどういうことかっていうとそこに行くと同じようなことを考えてレベルアップしたい人が波いる中でライバルを勝ち抜いていかないといけないんでまさにですね 40代で部長職ぐらいにはなってないともう一生うだつが上がらないってことになりますそうなると将来の職業収入こういったものに響いてきますから家族になかなか爽やかな顔を向けられない家族に「ごめん父さん稼げなくなっちゃった」っていう日がいつ来るのかなと思いながらでも家族はそんなこと思いもせずに思い思いに今度はあれがいるこれがいるいくらかかる旅行に行きたい車を買い替えろ畳を張り替えよう なこと、ね、自由に言ってくるわけですよ。いや家族の中でお父さんの気持ちっていうのはどん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 乖離していくでしょうね。はい、でフリーランスになると本当にね勘違いされるのは時間もじあのお金も自由だっていうふうに思われちゃうんですよ。言葉には出さなくてもいつかお金はこの人からもたらされるだろうっていうふうにある意味信頼されてるわけですよ。いやでもねだって自分の人生すら将来どうなるか分からないところに。 人の人生の責任まで持たないといけないわけでしょうで。そういった精神的な重圧も誰にも分かってもらえない。それがフリーランスってものですよね。会社員ってのは少なくともね、会社ってものがバックにあるんで、一定の安心感が会社員自体にもあるわけですよ。もちろん、会社自体がトンズラってこともありますので、不安定ではありますけどもね。まあでも、フリーランスで日ッちもサッチもいかなくって、 もうバックに誰もいないっていう状態よりは精神的な安定はあるかもしれませんで私ね50歳になってまだいまだにこんな YouTube でやってますけどもでも結局キャッシュポイントっていうのはどんどんずらしてきてるわけですよ私が最も得意としてきて今でも振り返ってねいい時期を過ごしたなと思うのがアフィリエイトなんですよもともと40歳でネットの世界に入ったネットビジネスで金を稼ぎ始めたのはアフィリエイトだったんですよねアフィリエイトを始めることによって 3年でででで、円以上稼いいすごい速度でしたでサイト構築っていうのは一つの作業手段としてあの本当に1万4千サイト以上作ってきましたねでも気づいたのは1万サイトを作ると1億円稼げるっていう事実ですよもうもちろんね2011年から2013年っていう下積みの時期があってそっからブレイクしたってところはあったと思いますマーケット的にも私個人的にも、ね、いい時期に参入したってことですそして結局最終的には 日本のアフィリエーターランキングトップ5に18ヶ月連続で入ることができたんですよねその時の月収がだいたい200万から300万の間でしたまあアフィリエーターランキングってもいろんな切り口がありますんで私がね全てのアフィリエーターのトップだとは言いませんアフィリエーターの中では企業としてやってる方とか組織としてやってる方とか継承しながらやってる方っていうのは特別な例がありましてそこは数千万とか数億稼いでると思うんですよもちろん えー、オールドメディアもアフィリエイトを参入してますからそちらの方には全然かなわないんで私の方は個人でやってるランキングってことになりますので、まあ、あんまり日の目を見ないねランキングかもしれませんけどねまあでも18ヶ月連続その小さなマーケットであの200万以上をね稼ぎ続けてきたしかもアフィリエイトなんで一旦手をかけたらだんだん作業は減っていくってことなんですよただしですよただし Google のアルゴリズムっていうのは本当にね無慈悲なもんで私が新しい アフィリエイトの仕組みを考えて Google のそのプログーグル、ね、がそれをコピーして自動的に私の優れた手法のアフィリエイトサイトをどんどん量産するんで自分の作ったテクノロジーに自分が追い詰められてるような状態なんですよねこれがだからライバルの出現なんですよ私がねそっか塾っていうのを始めて本当によかったなと思うのはこういったアフィリエイトがだんだん稼げなってくるなってくるよっていうのをずっと伝えることができたことこれから私は。 転売売のの方に行ってカメラの転売で利益を上げていきますよとかねで一時期カメラ転売をやってましたけどもそちらの方は3年ぐらいで、えー、撤退してですね、えー、暗号通貨に行って暗号通貨は大きな利益を上げたわけなんですけどもその次にその資金を持って、えー、FX を一から構築するということで始めてまあ今ね6年目になるわけですけども FX もまんまと今ね軌道に乗ったってところになりますでアフィリエイトで始めた即可塾も今はどちらかというと YouTube 事業もそうなんですけどもそれ以上に FX 事業ですよねまさに50代から誰でも入れて学ぶだけで覚えるだけで勝つことができるルートを私は引いたんでこの FX のね専門グループ FX オリガルヒってものは昨日も注文がありまして売れてるわけなんですよねいや素晴らしい組織を私も作ることに間に合ったなっていうそんな50代の向かい方ですだからね10年後3年後5年後はやることをやること 変わってるかもなーっていうふうに考えてそれを報道する場として YouTube が、まあ、おまけでついてるって感じですかね自分の一番得意なものを潰されてもだから私は全然平気というところがあります最終的にはパソコン使うなって法律ができても私は介護士をするっていうね道があります介護士の経験は13年ありますし介護っていうのはずーっとありますそして50代でも参入できる業種ですし何よりも私は介護はね多分あらゆる職業の中で最も得意で肌に合ってるんですよねただ給料が安いだけというね でも全然構いません給料が安いなら上げていく仕組みを私はこの今の培ったスキルでもってその介護業界にももたらしていけばいい話なんでね介護業界にもまだまだね発展の余地成長の余地給料を上げる余地っていうのはあるわけなんですよそれを今発揮している人がいないとそれを思いついてる人がいないっていうだけだと思いますただ私が入るはこの介護業界の全体ではなくとも自分の働いているマーケットだけでも 大きな利益をを上げるる仕組みを作っってていけるとは思ってます、ねまあいろんな仕組みを構築しながらだから自分は会社の経営者をやってる経験っていうのは次の新しい分野にも生きると思ってますそれはですねフリーランスをやりながらでも会社員でいるっていうこの二足のわらじを履いてる立場だからできるんじゃないかなと思いますし私も一時期会社員をやってそこで最大限の出世をしてきた人間として思うんですけどもやっぱ フリーランスでやるってことは組織と同じ力を持つわけですから組織の中にいても一匹光るものがないとねリーダーシップを取ってその組織を揺れ動かすような影響力を持っている状態で抜け出さないといや本当にね会社がつまんないからやめましたっていうのは結構危険な船旅だと思いますよね、うん、だから「タイタニック号」かなんか大きな豪華客船乗っていてで自分はちょっと船の操縦が下手だからいかだに乗って海に出ますって言ってるようなもんなんですよ。 確かに、イカダに乗って海に出れば、船の相談っていうのはある程度自分のね、裁量で効くでしょう。大きな豪快客船っていうのは舵を切ってもなかなかね、横に行かないですから。でも、イカダはキュ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 って行くでしょう。でも、嵐が来たら一発終わりですよ。<laughs> そんなことじゃないかなと思います。積み荷もね、乗せれるものは限られてますし、食料や水っていうのが十分なければ、あっという間に遭難しちゃうでしょう。 だからフリーランスになる人の中には遭難してしまう人が多いんではないかなっていうふうに感じながらこの10年を見てきました本当に辞める人ばかりで続けてる人ってのは何百人見てきても数人というレベルですよでその数人も明日には来年にはいなくなるかもしれないっていうふうなねちょっとこう,信頼できな,いような関係でではあるんですよだからこそ腰を据えてやってる人とか幾多の困難を乗り越えてきた人っていうのは貴重な存在になってます で私から見るとそれは舞、まあ、姫大学の奈美さんであり、えー、小野沙さん東京にいるね H2 クラブの小野沙さんでありそれから鹿児島にいる吉谷さんなわけなんですけどもちょっと他の方は、ね、いなくなっちゃいましたねもしくは歌方と言いますかインチキ臭いことばっかりやってなんか人を泣かせて生き残ってるかなってことですよねだからそういう人は数に入れないですよ私もなんか、ね、関係を持ちたくないですそういう人とねインチキな人とは。でここ 1>, 1ヶ月2ヶ月でタカさんという人の存在が浮かび上がってきてタカさんのねそれまでの歩みっていうのはここまでであのいろいろと知ることができましたけども5年後も10年後もタカさんとねこういう風な関係ができていることを私は本当に望んでいますぜひねタカさんの YouTube このコミュニティがね成功して発展してその最初の頃に 速化塾っていうものの代わりがあったんだよっていうふうにねあの思っていただけるように忘れられないように私もこれからももっともっと勉強して力を込めていきたいと思いますよろしくお願いします、うん、まあそんなことですかねはいじゃあ今日は55話ですかお送りしました56話もよろしくお願いします